竹島悟です、パートはサックスを担当しています。まあ、このバンドバージョンの話をいただいた時に、もともとそのバンドじゃない方のバージョンを聞かせてもらってたんですけど、まあ、どんな音になるのかなっていうのを思ったんですけど、まあ、めちゃくちゃメンバーがめちゃめちゃ豪華で、あの本当に知ってるメンバーもいっぱいいるし、好きなバンドのメンバーもいっぱいいたりし、めちゃくちゃ嬉しかったですね。その誘われたのは、やっぱ最初に聴いた時にそのメロディーが本当に美しいなと思って、それだけはもう気持ちの残るっていうか、ブタジン君の作ったメロディーが本当に印象に残ったのが第一印象でしたね。そうですね、なんかちょっとスタッツ君といろいろやり取りもして、どの感じにしようかなって話も何回かして、なんとなく目指す方向が固まって、あんまり派手じゃない感じの、でもなんかこう、まあ、曲に寄り添うっていうか、それはなんかちょっと意識しましたね。いろいろいろな音楽を聴いて、イラージュコレクティブみたいなのに参加させていただきまして、本当に素晴らしい楽曲で最高のメンバーで、この上ない仕上がりになってますので、ぜひ聴いてください。